はい、エンペイスタンドです。車検の車両の入庫が続いておりますが、こちらね、トライアンフサンダーバード、明日車検の方ね、通す車両になりますが、で2年前、その前もですよね、当店の方で点検整備の方をさせていただきまして、まあ、2年前もね、その前もですが、ブレーキ周り、まあ、分解して清掃の方ね、させていただいております。で、今回もね、やはり同じように分解して清掃したわけなのですが、で、2年前とね、今回で、まあ、その間でね、ピストンの状態とか、どのような状態かな、いうことは動画に撮ってありますので、まあ、後でね、参考程度に見ていただけたらと思います。で、車検ね、通すにあたって、これヘッドライトのバルブですよね。こちらバルブの方が、このバルブがついておりましてね、これ H4 のバルブが LED にできますよという最初の頃のね、バルブが、出始めの頃のね、バルブがついておりまして、で、このバルブがね、また微妙なんですよね。ヘッドライトのレンズカットとの相性もあるのですが、これもね、何度もまた話題に出てきておりますが、で、陸運局のラインをね、通す前に、まあ、あらかじめ工軸とかね、合わせてもらうのに、テスト屋さんで、ライトテスターに当てるわけなのですが、で、LED のバルブつけてますので、ね、大抵こう、光源が2つ3つ出てきまして、で、一番ね、こう、合う光源で、こう、工軸をね、合わせて持っていっても、陸運局のテスターがね、別の光源を拾ってしまって、不合格ということになったりすることもあります。で、ね、やはりまあそう言って、陸運局行ってね、もうバタバタするのもあれなので、もう先にね、バルブの方、ハロゲンのバルブに交換して、ちょっと通しておきたいと思います。そんなね、テスターに通らないようなバルブつけてね、いけないんじゃないのとか言われる方いらっしゃいますが、もう本当微妙なところなんですよね。これ通ることもありますし、通らないこともありますし、ね。まあ、その辺を通すのがバイク屋さんのお仕事なんですが、あとね、もう純正のヘッドライトでもね、もう通らないものがあったりします。そのまま行くとね、でやっぱりそういうのもね、通すこう小技とかね、テクニックがあったりしまして、特にね、二等式がこう一体のレンズに入ってまして、で片方ね、工軸合わせると、もう片方の二等式の片方がね、工軸出ないとかいうことがあったりとか、まあよくありますね。で、この前の K1600 もね、やはり、まあ、当方が通した後にね、通された方が同じ K1600 持ってこられたようで、まあ、テスター屋さん曰く、そのね、ラインが閉まるギリッギリまでなんか揉めてたとかいう、あれもね、ちょっとした通し方でね、やっぱりライン、陸運局のラインのテスターにこちらがね、合わせてあげなきゃいけないところもあったりしますんで、そういったところもね、やはりこうお仕事のうちだと思います。もうね、やっぱり子供がね、使いに行ってるわけじゃないんで、どうしてもね、もう行ったらね、絶対通して帰らないといけないんで、まあ、なんとかしてね、通して帰ってくるわけなんですが、まあ、そのあたりもね、何度も行ってると、まあ、こうすれば通るんじゃないかなということはだんだん見えてくるようになります。ということでね、明日もこちらの車両、検査の方を通していきたいと思います。こういった LED のバルブで、ユーザー車検行かれる方もうできましたね、最初からハロゲンに戻していった方が後々トラブル少ないかと思います。ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。はい、こちらも車検時のキャリパーのね、定点観測になります。車検のたびにこうやってね、分解してピストンをグリスアップしています。で、ピストンの状態をね、ちょっと見ておきたいと思います。まあ、引きずりもなくね、動きの方は問題ありませんでした。で、ここね、ピストンに防水でグリスを塗るのがどんな具合か、まあ、車検から車検の間ね、一度もこう分解したり、分解というかね、こう、ピストン清掃したりということありませんが、このようにね、もう軽く拭くだけで、ピストンピッカピカでございます。で、サビも浮いておりません。ですので、ね、まあ、これも何回も言ってはいるんですが、まあ、ジャブジャブっとね、水で洗うだけじゃなくて、
まあ、町乗りする場合でしたね、まあ、レースでしたね、さいさいこうやって掃除はするでしょうけども、町乗りでしたね、まあ、2年に1回とかしか、ね、分解しない方が多いと思いますので、ね、このようにグリス、軽くね、もう軽くだけでいいんです、軽くだけでいいんですが、ピストンの方にね、グリス、こう防製でグリス塗っておくと、まあ、ピストンもね、シールの方も、そんなね、動きが悪くなることが、まあ、ね、絶対ならないとは言い切れませんけども、まあ、なりにくいね、動きが悪くなりにくいですし、ピストンの方もね、このようにもうサビが浮くようなこともありません。このような状態ね、綺麗な状態保っております。